ユーリー・バルエフスキー、ユーリー・ニコライヴィッチ・バルエフスキーは、ソ連、ロシア連邦の軍人、ロシア安全保障会議副書記、2004年から2008年まで、ロシア連邦軍参謀総長、国防第一次官、上級大将、白ロシア軍管区で、小隊長及び中隊長、軍参謀部作戦科将校として勤務。 1974から1979年、中毒ソビエト軍集団作戦家将校、千人将校。1979から1982年、レニングラード軍管区。軍参謀部作戦家千人将校、管区参謀部作戦局千人将校。1982から1988年、ソ連軍参謀本部作戦総局で勤務。 1990年のソ連軍参謀本部軍事アカデミー卒業後、参謀本部作戦総局で勤務を続けた。副班長、班長。1993から1995年、在ザカフカーズロシア軍集団参謀長兼第1、副司令官。1995年6月から、ロシア連邦軍参謀本部作戦総局の局長、副総局長。 1997年8月から参謀本部作戦総局長兼ロシア連邦軍参謀第一次長。2001年7月から2004年7月までロシア連邦軍参謀次長。2004年7月からロシア連邦軍参謀総長兼ロシア連邦国防第一次官。2008年1月19日バルエフスキー参謀総長は モスクワ市内で開かれた軍事科学技術者の会議で演説し、こう述べた。私たちは誰も攻撃する意図を持っていません。しかし、私たちのパートナーすべてがはっきりと理解し、誰もがいかなる疑問も抱かないとき、軍隊はロシア連邦及びその同盟国の主権及び領土を完全に保護するために使用されるでしょう。 それは予防的措置も含まれ、そして核兵器の使用も含まれるでしょう。軍隊はその利益を守るため国家首脳の意思表示のために使用されなければならない。それはすべての残る手段が効果がないと分かった時の非常手段として出なければならない。しかし日本をはじめとする西側諸国ではバルエフスキー発言の予防的措置と核兵器の使用だけが取り上げられ、 これが核兵器の先制使用とご解釈され、ロシア軍の参謀総長が核先制使用発言として報じられた。また、バルエフスキーは、この日の講演で、聴衆からの質問に答え、アナトリー・セルジコフ国防相がモスクワから、サンクトペテルブルクへのロシア海軍総司令部の移転を決定したと報じられていることに関して、私は、個人的に、それは今日、 必要性がないと考えると答え、移転を時期をわきまえないものと表した。3月下旬、ロシア各メディアは、バルエフスキーがセルジコフ国防相と対立し、辞表提出した、と報じた。バルエフスキーは、アメリカのミサイル防衛施設配備問題をめぐり、3月18日に、モスクワで開かれた、ロシアアメリカの外相、国防相会議にも姿を見せることはなかった。 公式には参謀総長は25日まで休暇扱いとされていたために欠席したと説明されたがこういう会議の場合はたとえ休暇中でも呼び出されるのが通例である。しかしバルエフスキーは会議への出席を要請されなかった。ロシア政府は内紛の表面化を避けるため5月のドミートリー・メドベージェフ大統領就任までは バルエフスキーの辞任を認めない方針であると伝えられていた。6月3日、メドベージェフ大統領は国防次官、ニコライ・マカロフ上級大将を参謀総長に指名。バルエフスキーは、ロシア安全保障会議副書記に任命された。ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、リボフ州トルスカ別市出身。1970年に、レニングラード高等諸兵科共通式学校。 1980年に MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。ありがとうございます。